今までですね、まず作曲編、はい、そしてアレンジ編ときまして、まあ、今日はクラウドファンディングという絡めてレコーディング編実現しましたけども、はい、まずあの今日の流れというか考えているレコーディング その方法なんかをちょっと教えていただけたらと思います。はい、今日の流れですけれども、全部一緒というわけではなく、ダビングという形でやっていきます。まずリズム帯、ドラムとベース、この2つを取っていきます。でその後にギターを録音します。まあアコギとエレキという形ですね。まあ、エレキの中でもパートがあるので、それを分けて取ったりします。で最後にストリングス、これは全体を取ります。バイオリンだけとかじゃなくて、バイオリン、バイオリンセカンド、ビオラ、チェロと全体で取ります。かなり豪華ですよね。まあ、豪華ですね。4422という形なので12人、もうまあまあ豪華な形で取らせてもらいます。このドラムとベースは、はい、同時録音、うん、同時録音なりますけども、はい、これのメリット、その録音録音で、まあ、みんなインスピレーション、その時の感覚とか、その時のなんだろう、自分の雰囲気で出てくるフレーズが例えばドラマーにあったとして、それを瞬時に、まあ一緒に弾いてるベーシストが聞いて、次のフレーズを予測だったり、聞いた瞬間にそれに反応するっていうような、まあ、化学変化みたいなのが起こるので、パラで撮るよりも、面白いものが生まれやすい。やっぱり人間なので、その時その時ちょっとずつ訛りがあるんですけど、それにも合わせられる。これはやっぱり DTM にはない感覚ですよね。 DTM じゃ無理な感じです。で、まあ、自分でそれをプログラミングしない限りできないという形です。今回レコーディング、そのドラムとベースに臨むこと、どういうような撮りをしたいか、サウンド的に含めてどうでしょう。はい、僕は望むのはいつもやっぱバンド感、生っぽいバンド感なので、デモで入れている例えばサビ前だとか、そういったものよりも、荒々しくなってほしいっていう願い、単純化して入れてたものをちょっと複雑に入れてほしいなと。プレイヤーのなんだろう、手癖だとか習慣で出てくるようなフレーズ、こういうのを入れてほしいなと思って、そういうところもまあ狙っている。実際にもう白津さんが事前に打ち込まれているじゃないですか、はいはい、基本的なパートっていうのは、これを差し替えていくってことですもんね。そういうことです。でさらにこう上を目指すというか、はい、ギターも今回アコギとエレキっていう形で、実際にアレンジ編で一緒に、はい、見せていただきます。はい、そうです。このあたりどうでしょう、何か狙ってるサウンドとか、はい、どういう風になればいいかなっていう完成形が。とりあえず僕は弾けないので、雰囲気で入れてるだけでも、曲がデモが完成するみたいな話をしたんですけど、まあ、そのぐらい、ラフな感じになります。自分でやっていると、僕が、まあ、できない楽器、まあ、一応触れはするができない楽器なので、その部分を全部任せるという形になります。なのでもう自分の作ったラフから完璧に仕上げてもらうというところが狙い。まあ、音作りに関しては自分の趣味があるので、僕は結構そのカラッとした、今回 UK に近いような、まあ、もうちょっと軽いかなような歪みを狙ってやりたいと思ってます。ストリングス編なんですけども、先ほどすごく豪華、はい、全部で12名、12人、はい、の編成でっていうことですけども、これは打ち込みでは出せないサウンドになりますよね、きっと。一泊一泊の中に抑揚があるので、これは絶対に表現できない。どう4人で出すパートがあるので、みんなそれぞれ合わせに行くけど、最大限どに合わせに行くけど、少しずれるわけです。このふくよかさは出せないっていう感じです。今回事前にこのように譜面、白津さん用意いただきましたけども、うん、はい、このあたり譜面の各パートのこだわりとか、何か狙いみたいなのがあれば教えてください。はい、まあ、純粋にプレイヤーに弾いてもらうためだけの指標なので、それこそさっき言ったドラムとかの手癖みたいなものがあるんですね、そのプレイヤーの習慣。ストリングス、バイオリン弾いてきた人にしか分かんないスラとか感覚とかがあるので、それはバイオリンのトップの方に、ディレクション、中のディレクションはお任せするという形なんです。僕は全体のフレーズ感、ここは目立ってほしいとか、いわゆる客観的立場から、こう聞こえたいっていうところを指示する、中のディレクションを任せるという形だから、譜面に関しては、指標のみ表示してっていう感じでございます。ある程度委ねるっていう形にはなります、ね、なります、はい、ここまで作っておいて、はい、どうなるか楽しみですね。楽しみです。アレンジの際に白戸さんが打ち込んで作った仮置きは、やはり仮のボーカルを入れた上でスタジオのプロツールスに移してあります。レコーディングはこれをパートごとにプレイヤーによる演奏に差し替えていく形で行われます。まず最初は曲の土台となるドラムとベース、いわゆるリズム帯の録音。ここで生まれるグルーヴが他のパートにも大きな影響を及ぼします。
ドラムは様々なパートの中でも最も多くのマイクを使うものの一つです。音出しをしながらエンジニアがサウンドを調整していきます。ベースとドラムは一緒にプレイし、相互に影響しながらノリを作っていきます。たとえ打ち込みで全てのパートを作ることが可能であっても、こうして様々なプレイヤーの持つ個性が加味されることで曲により一層の深みが生まれます。テンポに正確に追従しつつ、人間の演奏ならではのノリを生み出すのはプロのプレイヤーだからこその非常に高度な技術。非常に短時間でハイクオリティなテイクが収録されます。白戸さんはコントロールルームで演奏をつぶさに確認し、トークバックでやり取りをしながらイメージを伝えてディレクションしていきます。ベースさ、はい、あれかエンディング頭打とうかな。あ、上ですかね。はいはいはい、上っすね。はい、 A メロ5個目は下に行った方がいい。下に行って8部でダララララ。あー、了解っす、うん、そうですね、でもそうなってたっす。で、A ダッシュの2つ目がなんかこう欲しいっすね。そこベースかドラムって渋い感がもうちょいあった。タッツタッツターでフィルってことっす。あ、そう、デーツテッツターの後のそこが2人とも伸びてるからちょっと拍が危うくなるなっていう。オッケー、それでいきます。満足のいくクオリティの演奏が録音できたと判断したら、プレイヤーもコントロールルームに集合し最終的に使うテイクを判断します。多分、あ、ほんと5段目ハーフになるところから4小節間2で1カッコ頭から、はい、そのままテイク2をビーで、A ダッシュいっぱいまで引っ張ってもらっていいですか。アウト、今、2秒頭になってますね。頭になってます。もう2小節手前で戻してみてもらっていいですか。そのあたり、はい。フィル、俺、プッシュしすぎっすか。いや、良い。最後だし。俺は熱いのが好きですね。いや、なんか、それまでが結構、きれいめに収まってたんで、うん、俺はこんぐらいの方がいいと思います。はい。ここなんだけど、まあここは入れつつって感じなんだよな。あー、その急がというのが、そう、あのだから、まあやり方として、まあレーダーでスタンテ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 レステッドッドルルルルルみたいな、はははドゥドゥンルルルみたいな、まあ抜け方だといいなっていう感じ。なるほど、雰囲気はね。了解です。入りってテイク4の方が良かったんでしょ。なんか4良かった気がした。こっから入んなくても良かったですか。あー、どしらみたいなので入った。あ、いいと思う、裏メロ的にね。的ないいっすね。あ、だす。じゃあこの一箇所っすかね。はい、取ります。そこ切った方がいいってことですよね。切る、そう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 、上がりたいって感じかな、下から上に。僕的には以上です。何かあれば。俺は大丈夫です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ、タンブリン芸人さんどうします。あ、芸人大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。やりたそう。やりたい。して。あ、じゃあ行っちゃいます。今回はタンバリンをドラマーによる生演奏で録音することとなりました。プロミュージシャンの持つ幅広いスキルにより曲はより有機的に成長していきます。オッケーですか。はい、はい、ありがとう。次はマラカスを。リズム隊のレコーディングが完了しました。スタジオはタイトなスケジュールが組まれており、休む間もなくギターの録音に入ります。
今回ギターパートはアコースティック、エレキの両方を収録。まずはアコギからの録音です。リズム隊はブース内のメインの空間で録音しましたが、アコギは余計な響きなどを抑えてタイトかつクリアに録音するため、さらに細かくセパレーションされたブース内で録音されます。今その4段目の最後の小節を1番だけその歌のトップに合わせたって感じになってて、あーなるほど、なんか最初高いかなと思って2番からは下に落としたんですよ。はいはいはい、はい、でなんか2番とかの方がハマりいいかなと思ったんでそこ直そうかなと思ったんですけど、はいはいはい、ドラムとかもあればね、ダーンダッ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 ダーンって言ってるから、そうそうそう、まあ、それに合わせても、うん、それやりますか、やってみましょう。あらかじめ決まった内容を演奏するのではなく、その場でプレイヤーのアイデアも入れながら細かく演奏を形作っていきます。それかもし可能なのであれば2本目をちょっとオクターブ上っぽいの弾いてみて、あなんですか、12弦っぽいよ。ああいいですね、立体感出す感じで真ん中に出す。はい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 。これでいいのか。ちょっとそれやってみます。だいぶ立体的になって、ね、なるくん。アコギの録音が終了。次はエレキパートの収録です。ここだけ音色ってもっとブライトな方がいいですか。ああ、立たせるというか。そうですね、ちょっとディレイのあれも含めて、うん、結構その普天が出てもいいんですかね。そうね、普天が出ても。ギタリストやベーシストはプレイヤー持ち込みのエフェクターも大事な個性の一部。フレーズと同時にサウンドも調整しながらいくつものテイクを録音していきます。プレイヤーとディレクターがスムーズにコミュニケーションしながら収録を進められるのも、エンジニアとアシスタントの細やかなサポートがあってこそ。指定された場所をスムーズに出しつつ、プレイヤーには演奏しやすい、コントロールルームには確認しやすいモニターを送り、なおかつ着実なクオリティで演奏を録音していきます。なんかちょっとオクターブの合いの手みたいなのも欲しいかもなと思った。おいわゆるバッキングの人がちょっと合いの手手出したぐらいの感じの、まあ、目立つわけじゃなくて、まあ、なんか変化をつけたいっていう意図ね。うん、じゃあ一応 A ダッシュの2つラスト2つから入れてもらってにします。どうなるかちょっとやってみます。うん、そうですね。はい、あの、まあ、わがまま言うとすると、うん、今 G でやってるってくれてるじゃない。そう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 って。あ、はいはい。A7 のとこでセブンスのソが鳴ってんのがちょっと気になる。その辺でちょっと動いてほしいなって欲はある。まあ、結構確かになんか泥臭くなる、ね。そうそうそう。ちょっと泥臭くなる。その後 F に解決するしね。うん、まあまあなんかその辺がちょっと気になったぐらいかな。あのその後の E の C から E フラットメジャー行くようなフレーズはとても良いんだけど、Dm7 のとこの解決したとこかな。そこだけかな気になって、うん、あとはすげえ良かった。なんかもうちょっとシンプルでもいいのか。難しいね。わかんないけどね。もう一回やってみます。A7 とかなんだけど、確かにラに行ったってことね、うん、確かにソーラいいかも。ギターだけ聴いてると、うん、やっぱ A7 とかイモいんだよ。だけど歌っ
中心に聞くとあバッキングだなって感じるから、あよしとした。印象としてはライよりはさっきのミに降りた方がまだいいような気がしたんだよね。確かに。いやでもね、そう単体だと良いんだけど、メロディーがさソファーミドっていくのよ、うん、あだからねちょうどよくすっきり逃れてんだよね。ギターの録音が完了。この時点でも元の状態から大幅にサウンドがアップデートされました。最後はストリングスセクションの録音。一人がさまざまなサウンドを紡いでいたギターとは真逆の多人数で一つのサウンドを作り上げるパートです。録音の仕方もまるっきり異なりますが、とても短時間でセッティングが変更されていきます。ストリングスセクションのメンバーはスタジオに入った後でほとんど初見で曲を演奏します。リーダーの指示に従いながら何度か合わせていくうちに、どんどん演奏が形作られていきます。収録ではリーダーが代表してディレクターとのやり取りを行い、それを反映させてメンバーに指示を出していきます。ちょっと細かいんですけど、そのらしいドのとこは どっちがいいですかね。あか、そうです、ドーシドーシ、はい、じゃあドは手抜いてね、はい、メゾピアノからいきなりメゾポルテになったりするとこは、内声で強く聞かせたいとこだったりするので、急に強くなってるとこは強く出してほしいなって思ってます。はい、フレーズがあるってことですね、はい、94、はい、とか1番にもあったな、33、はい、はい、これもっと強く出るかなって思って、じゃあメゾピアノじゃなくていいです、ね、はい、大丈夫です。セクションのリーダーもコントロールルームに移動してサウンドの確認。スタジオ内では諸々の作業がとてもスムーズに進んでいきます、ね、見てください。 D が2レーで、はい、これの時はいいですか。あ、はい、何が原因かわからないんですけど、この頭なんかここのなんかぐちゃって聞こえる、あれ多分ピアノでやってるからかな。あ、ぶつかってるところが、まあいや一応構成音だけどキレッ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 キ、あでもなんか2回目は気にならないし。あ、そうなんだ、うん、どうだろう、歌カットして聞いてみます、元に戻して。あ、そうっすね、うん、やっぱり聞いてるとね全然分かんなくなってくるんだね。ああ、だんだんね別に皆さん大丈夫です。なんかここはなんか大丈夫そうな、大丈夫です。結構パンチにしたくない感じで撮ったから、うん、あ、まあ、本当はそれで良ければいいんですけど、はい、僕の頭もちょっと今結構あのこうなって、そうですよね、中にいると、そう、多分明日聞いたら全然大丈夫な感じな感じがする。そうそうそう、大丈夫ですか。客観的に聞いて大丈夫そうです、はい、じゃあ、あとはどうですか。あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。すばら決めてきましたね。そんな感じ、はい、こんな感じです、はい、ちょっと、ちょっと、ありがとうございます、はい、お願いします。
バッチリだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のレコーディングはこれで終了。お疲れ様でした。石田さん、はい、今日一日お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。結構時間かかりましたけどね。そうですね、なんかもうやりきった感じで笑顔も自然に出てくる感じですね。やっぱ思ったよりすごかったですね。ここもお願い、ここもお願い、あ、これちょっとなんか試してみたいなアイデアを借りちゃってました。これも含めてやっぱり演奏者にお願いしたっていうところもありますよね。はい、そうです、そうです、そうです。じゃあここまでは知らず予定通り進んでますか。はい、予定通りです。予定以上ですね。で明日はまたちょっと日が変わりまして、はい、次、まあ、いよいよボーカルのレコーディングに入りますけども、はい、ちょっと軽く意気込みというか、はい、いや、まあ、ついにあのボーカルっていうの曲の顔なのでディレクションをどうしようかなというふうに考えています。誰かから任されてやってるわけじゃないので、こう歌ってこう歌ってみたいな自由なわけですよね。正直可愛く歌ってもできるし、かっこよくもできるので、実はまだ思いついてません。これもちょっと当日やってみようかなと思ってます。ギャンブル的な。ギャンブルです。勝負に。ギャンブル勝負ですね。すごく楽しみです。楽しみです。はい、じゃ僕らも楽しみにしてまた伺いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。じゃ今日はありがとうございました。ありがとうございました。レコーディング2日目、今日はボーカルのレコーディングです。メインのブース内がセパレーションされ、ボーカル撮り用のブースとなりました。スタジオは様々なスタイルに対応できるようになっています。気づきでしょうか。マイクが3本もセットされています。これは全てを使うのではなく、テストしてボーカリストの声に一番合うものを選ぶためにセットされています。ウォーミングアップをしながらテストレコーディングが行われます。 AK は結構あれですか、ハイが出る。ハイが長いですね。ですよね。どう思います。1本目も悪くなかったね。そうなんですよね。3本目がきつくなりすぎなければ3本目でもいいかなと思うんですけど、僕、うん、思うのは3本目の抜けのいいやつにして、うん、でコンプをこの黒の方にして、はい、ちょっとマイルドにしてみたいな、でちょっと相性いいのかなっていう、はい、じゃあそれで行きましょうか。最適のマイクが決定。ここから本番のレコーディングに入ります。大枠で OK のテイクが取れたら、さらに細かい部分のニュアンスを詰めていきます。表現というより、うん、大人だというならのラがちょっともう少し長い方がいい。ラが長い方がいい、うん、はい。今はそう思うからのラをどうしようかな。これもちょっと一回長めにしてもらっていいか。少しだけ長め、少しだけ、うん、はい、今よりも、はい、最後のかなを、うん、ちょっと表現つけたいなと思っていて、どうしようかな。られてるかな。今弱くなって終わってるのはいいんだけども、うんうんうん、ちょっと息混じりにできて伸ばしたいっていうのがイメージがある。あとはなんか貼るとこも良い感じで、うん、塗り替えていいよ、うん、いいよ、ちょっと優しくなると嬉しいかなと思った。今いいよは優しくなる。今結構こう突き抜けて歌って、はい、まあ、高いんでね、そうなんだけど、もう少しだけ優しさを入ると、はい、ここの部分だけです。いいよ、はい、はい。あの頃のままで何度でも塗り替えていいよ、今はそう思うから。え、マジで？もうラッサビだけなんだけどまあここをどうしようかなと思って、裏で歌う、うん、そうね、今考えてやろうとしてるのは、見ようは裏で、うん、それだけでいいからミックスみたいなのに戻ってって感じでやってるんですけど、なんかね、見ようは実は地声がいいかなと思ってた。あ、そうなんだね、うん、あ、じゃあそれでちょっとなんか強いかなって思ったんですけど。あ、なるほど。一回聞いてみようかな、その見ようは地声で。はい、わかりました。じゃあちょっとお願いします、はい。今というこの日々は強く生きて、
と、うん、分かった、生きてみよう地声で、うんうん、それだけでいいよ、ちょっとファルセットみたいな、それだけでいい、でもうで帰ってくる、うん、もうで帰って戻る、試し、うん、そんな組み合わせ、うん、ちょっとやってみます、いきます、生きてみよう、それだけでいい、もう繰り返らない、あ、でもね、その精度が上がるといいかなと思った、うん、そうですよね、強く生きてみよう、それだけでいい、それだけでいい、もう振り返らない、それだけでいいの今のミックス感で強くすることもできるって感じなんですか、それだけでいい、はあはあ、強くしたい、そのまま弱くならない方がいいってことですよね、そう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 、勢いを殺したくない、そういうこと、そういうこと、うんうん、見よう、それだけでいい、もう、みたいなことを、いいっすね、もうちょっとってことですね、そうですね、そうですね、めちゃくちゃいい感じ、うん、見えてきた、もう一回やってもいいですか、あずまーす、はい、惜しい感じがしますね、そう、うん、そのちょっと一個前のそれだけで聞いてみますか、はい、見よう、それだけでいい、もうで5、はい、生きて見よう、それだけでいい、もう今後に聞いたのが最終テイクで、うんうん、その前が、4だったんだけど、うんうん、4の方が勢いがまだあったと、あーいう感じ、それ、はい、この方向性って感じですね、はい、お願いします、もう一回やります、生きてみよう、それだけでいい、もう OKOK、 これで、うん、まあ、これは取っときつつ、はい、元のショコチアン、あの見ようからファルセット、はい、それだけで戻したパターン、うんうん、ちょっとやってみていいですか、うん、はい、確かに自然の流れでいい感じに聞こえますね、多分それだけでいいの、勢いが落ちちゃうから多分自然に聞こえないんですよね、そうなんだよ ね、 ね、生きてみよう、みよう、それだ、そう、そう、それだけで、うん、見ようとそれだけで地声でやったらきつすぎちゃうかな、やっぱ全部ですか、うん、一回やってみてもいいですか、一回やってみます、はい、生きて、あでもやっぱこれかも、これ全部、これ、うん、全部いっちゃうやつ、全部いっちゃうやつですね、で語り合ったのところですごい抜いてくれてるから、うん、まあ、そことの比較でいいかなと思って、うんうんうん、これにしましょう、これで全部勢いのあるやつ、はい、はい、これでいただきます、いいですか、大丈夫ですか、 すみません、お手数おかけしました、これで多分これで全部取れました、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ボーカリストの力量もあり、予定時間より早くレコーディング終了、さまざまなプロフェッショナルの着実な仕事により非常にスムーズにレコーディングが進みました、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、必要な全テイクは取れたことになりますか、この2日間で、はい、取れました、全てを取り切りました、ね、実際どうでした、歌ってみた感じ、この曲難しいですよね、難しいです、難しい曲だなと思って、その高いところすごく高いし、でも結構落ち着いたとこ落ち着いてるし、最初聞いた時よりやっぱ本番撮ってみた時はもっとやっぱ、まあ、緊張もあるし難しいなと、こう優しい曲っていうか、うん、爽やかでね、綺麗な曲だからもともと強く出しちゃうとこがあるから、はいはいはい、そこの調整はちょっとなんか考えながらやりました、あ、じゃあ曲中に出てきてたちょっと黒い部分はそういういつものやつが出てた、地のやつが出てたんですね、よどみのよどみがありました、ロック部分が、ロックだね、うん、ロック、それはそう、私の中の力強さがちょっとこうにじみ出てる、虎がこうゴーってきちゃうのをちょっと違うぞ、違う、風を感じろみたいな、風を感じながら爽やかなものを出せ、抑えていた、私の中の精一杯の爽やかが前に出てればいいなって思ってます、どうですか、白さん、ディレクションしてみて、
今時間的にはすごく早く終わりましたよね。そうですね、1時間半かかってない。はい、かかってないですね。まあ予習して来ていただいたのもあるんですけれど、そもそもディレクションに全部ぴったりくっついてきてくれるようなテイクを取れたので、とてもやりやすかったです。まあ僕は一回方向性間違えたやつがあったんで、それだけなければ多分、ね、もっと早く終わっていたっていうのもあるので、めちゃくちゃやりやすかったですね。ディレクションがすごい分かりやすくてよかったです。ああ、よかったです。ありがとうございます。次回は、ミックス編に入っていくというと、はい、ここからエンジニアさんの方のバトンタッチというのになりますので、はい、完成もサウンドも楽しみにしていて、楽しみです。素敵なテイクありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日はレコーディングされた素材をミックスして最終形に仕上げるトラックダウンの作業。仮ミックスの状態を聞いても十分ハイクオリティな曲として成立していますが、ここからさらに高い次元へと完成度が高められていきます。まずはエンジニアの感覚により大枠のサウンドが形作られます。現在は DAW のプラグインだけで完結させることも可能ですが、スタジオに備えられたハードウェアのアウトボードも駆使して細かいニュアンスまで作り込まれていきます。プラグインエフェクトも個性の違いを加味しながら様々な試行錯誤が。数分の曲のミックスに何時間もが費やされます。スタジオで撮られた音のほか、最初の打ち込みで入れられた新鮮音などにもさらなるトリートメントが施されます。全体のバランスを作りつつ細部のオートメーションも書き込まれていきます。エンジニアの解釈によるバージョンができた後、白戸さんが到着。確認しながらイメージのすり合わせを行います。グラス途中入るじゃないですか、乾燥のとこ、はい、あれのレイヤーじゃないシンセの方を上げたいです、うん、レイヤーじゃないこっちの方、あ、そうそう、こっちで上げておきたい。ほい、これでベースって少し大きめにしている感じ。そうですね、ボーカルを少し上げたいなと思っていて、うんうん、一回ボーカル上げてみようかな。 OK、 それない多分1デシぐらい全然上げちゃってる。あ、はい、じゃまたラジカセで、はい、うん、1で仕上げた感じですね、はい、結構大きくなってますね。いい感じ、まあまあそうですね、でもこれぐらいあっても僕はいいかな、はい、はい、マイナー 0.2 ってしてみよう。さらに今から 0.2 下げて、はい、だからさっきよりプラス 0.8 ですね。気持ちって感じ。ドラムを上げるとなると何かを下げなきゃいけないとかってありますよね、うん、もしかしたらキック下げなきゃいけなくなるかもしれないですね。なるほど、ドラムデータだけだとしたら、はいはい、はい、ちょっと上げてみていいですか。いや、なんかちょっと曲がかなり前向きなんで、はい、少し荒々しさを聞く、ああ、ちょっと歪みじゃないですけど、ガツンとやりたい。ああ、オッケーです。一回じゃあ、まあ、聞いてみたいのも聞いてみて。オッケーです。じゃあ一回上げただけのやつを。はい。いいっす。か、まあ0.5 を上げた上でキックを 0.5 下げるみたいな、はいはいはい、のでもいいかなっていう。その場合でもベースは下げなくても大丈夫。多分大丈夫だと思います。結構まあベースまあまあ大きいっちゃ大きいんで、うん、多分ドラムがちょっと気持ち上がるから
むしろ。いるかもしれないですね。ちょっと聞いてみますね。はい。ドラムのそれだけちょっと気になったのでやったらどうなのかな、うん、やっぱこっちのバランスがめちゃくちゃいいなでもやっぱ元のにお分かりました、はい、僕もちょっと歪ませるか正直迷ったところがあってあロック感が出すぎちゃうかなとかもちょっと確かに、はい、そうですよ。あと一つやっぱ気になってるのが、はい、俺ベースで書いて最初言ったのはビートのバンドインした瞬間のインパクトがちょっとベースがグワーって出すぎてるんですよ。キックとかのアタックだけそこバチって出ればあなんか印象違うのかなと思ってるのが今です。それと言わない方がいいですね。ミックスいやそんなことないです。ありがたいです。これですね。これにしましょう。うん、素晴らしい。じゃあこれにてミックスが完成。おびただしい量の労力をもって収録されたテイクの数々が一つの2ミックスにまとめられました。トラックダウンをもって曲は一応の完成ですが、リリース前には最終的な微調整であるマスタリングが施されてより高いクオリティへと引き上げられます。とりあえずですね、マスタリングなんですけども、はい、まあ、大体最近のマスタリングのもうやり方というか進行の方法っていうのがですね、まあある程度先に音源をいただいていて、そこでまあリクエストがあればリクエストも聞いて、である程度もこっちで先にちょっと作ってみるっていうのがあるんですね。でそれを作家さんなりプロデューサーさんなりに聞いていただいてジャッジしていただくっていう形がまあ多いんですけども、この楽曲について白津さんの方からなんかリクエスト的なところってありますか？結構全体的にストリングスが入っているので、その空間というかふんわりしたものを伸ばせればいいかなと思ってはいるという感じです。まあなんか6色というよりもという感じですかね、まあでもその部分はなんかただ爽やかにだけはなりたくないから荒々しさもあってもいいんですけど、なるほどなるほど、まあメインとしてはその辺を伸びればいいかなという感じでございました。ボーカルはやっぱりちゃんと大きめに聞きたいなっていうのがあるので、そのマスタリングかけた時にどうなるかが、僕がちょっと最初に聞かせてもらった時の印象が、はい、ちょっとボーカル奥めかなっていう感じはしたんですね、一応ボーカルをちょっと前めにするというような感じで今処理をしています。できるわけですね、はい、ローの感じなんですけども、最初に聞いた印象がファットというか、結構ベースもキックも結構前めに来てる感じですね。そうですよね。はい、ちょっと出過ぎかなっていう感じはしたんですけども、多少抑えても大丈夫な。それは大丈夫です。あ、そうですか。はい、あ、分かりました。じゃあちょっとですね、それを踏まえて一回ちょっと微調整してみます。あ、分かりました。はい、なので、ちょっとお待ちください。あ、はい。はい、マスタリングのスタジオはレコーディング用のスタジオに比べて大変コンパクト、落ち着いた環境で最終形への詰めをじっくり行うことができます。おお、はい、なんかだいぶこうスリムというかあれですね、まあこういうなんかそうですね、スッとした感じというか、うん、ローがちょっとファットな感があったのですっきり下の方はさせてます。はい、あとやっぱりボーカルもちょっと奥めな感じがしてたのでボーカルの帯域も上げています。はい、こっちでいいですね。はい、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、はい、どうでしょうか。とても良いと思いました。はい、ありがとうございます。すごい、でもベースしっかり見えますね。でもね、そうですね、元がちょっとファットすぎて逆にベースラインがちょっと見えづらかった、のかもしれないです、はいはい、印象が結構変わってだいぶ印象違うと思いますね、はい、これで、はい、
レベル的なところなんですけども、はい、1曲通してマイナス 7.8 っていうラウドネスなんですね、はい、すごく突っ込んでるわけでもなくすごく低いわけでもなくっていうところです、うん、通常配信になると例えばまあ Spotify だと、マイナス13ぐらいでしたっけね、うん、マイナス13まで落とされるんですね。でこれがあんまり突っ込みすぎちゃうと結構ラウドネスが結構高くなっちゃうのでその分ガツンと落とされるんですけども、はい、やっぱりある程度余裕を持っといた方が落とされる分が少ないので、はいはい、最終的に聞いた感じは多少こういう余裕を持っといた方が、うん、いいかなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、小さすぎちゃうってことですよね、はい、そうですね、もう落とされすぎちゃうんで完全にもう潰して入ってるようなやつそうですよね、はい、今現状何がかかってるかっていうとオゾン以外はブレインワークス、あ、はいはい、V3 というイコライザーが今かかってます。その後にまたオゾンの EQ が1個挟まって、うん、でその後にコンプですね、右上のオゾンのコンプレッション、はい、その後にオゾンのマキシマイザーですね、まあ、通常ある、はい、うん、ありがちな感じです、はい、であとシステム的なところで言えば今96キロなんですけども元の音源が、はい、で96キロでマスタリング処理をして DA をして一旦アナログにして、うん、でまた、アナログからデジタルにするときに 44.1kHz の 16bit に変換してます、うん、でそれが配信用のマスターっていうことになります、うん、モニター自体はその 44.1kHz の音を今聞きながら、ね、決めてましたんで、はい、通常の配信と同じ、ハイレゾはハイレゾでまた別なので、あ、はいはい、まあ、ただ通常配信つってもその今聞いてる音がそのまま出るかっていうとそういうわけでもなくて、やっぱ圧縮しますんで、またそこからちょっと、ね、変わってくるんですけども、ね、まあ、なるべく配信に近い音を想定しながらモニターしながら、作ってるっていう感じですね。マスタリング自体がその圧縮を想定して ほぼやってないので、うんうんうん、いわゆるリニア PCM って圧縮していない音源を聞きながらやってますんで、うんうん、まあ、一番 CD はそれに近いですし、そうです。この先、まあ、Apple とか Spotify もロスレスで配信するという話もありますので、はい、うん、その場合は、まあ、ほぼこれと同じような状態で聞けるという形ですね。まあ、そんな大したあれはないんですけども、ブレインワークスの V3 っていうのがMS 処理ができるんですね。サイドとセンターと分けてイコライジングができるっていう、特にボーカル帯域のところだけMS を使って、うん、サイドはそのまま押さえつつセンターのボーカルの部分だけイコライジングで上げてあげる。コンプレッションもさっき言ってたそのローのファットなところがちょっと気になってるんで、キックのアタックの部分をコンプレッションも、まあ帯域分割のコンプレッションですんで、ローの部分だけよりかかるように今してます、はいはいはい、なので、まあ、キックのドンというところだけ今少し、当たるようにして、うん、抑えるっていうような形にしてます。でそれ以外のところは、まあ、軽くですね、どちらかというとかかってるのは、その後はマキシマイザーで全体のレベルを上げてあげるという形ま、まあ、本当に基本的な感じの、はい、特にそんな特別なことはしていない、してないです。はい、あとイコライジングもさっき言ってたブレインワークス と、 あとオゾンの EQ も一つその後にかましてるとさっき言いましたけども、はい、それもやっぱりボーカル帯域をちょっと目立たせるための、処理、それもやっぱりオゾンも MS 処理ができますんで、うん、ミッドのセンターの部分だけイコライジングで少し上げてあげるという、はい、ようなこともやってます。全体の音量を上げるじゃないですか、はい、そのリミッターっていうんですか、はいはいはい、止める基準ってどこなんですか。ある程度耳で聞く感じですかね。ある程度メーターも見るんですけども、はい、VU メーターっていう、VU、 はいはいはい、こう実際のアナログメーターですね、うん、あれも見ますし、あとはさっき言ったそのラウドネスメーターですね、うん、それも見ますし、で大体そのメーターを見て、まあ大体この辺かなっていうのを探りつつ、うん、あとはまあ上げ下げして耳で聞きつつ、ちょっと抑えすぎかなっていう感じがやっぱりこう聞いてて分かるんですね、うんうん、ただ曲によってはそういう潰れた方がいいっていう場合もありますの で、 そうですよ、ね、それは曲によっていろいろですね、はいはい、ただ通常のポップスだとあんまり入れすぎちゃうとボーカルがやっぱり大きいので、うん、ボーカルにやっぱりガツンとかかっちゃってちょっと割れ気味に聞こえちゃうとかっていう風にもなりかねないので、はいはいはい、
そこはある程度抑えるようにしてます。あの配信用の作業は最近多いので、はい、ラウドネス前提でやる場合も多いですので、はい、なるほど。あの CD の時は割と皆さんこうがっつり入れることが多かったんですけども、配信の場合はもう どのみちこう下げられちゃうので、ある程度合わせられちゃうので、CD の時よりはやっぱりちょっとあの抑え気味というか、ちょっと低めには入ってると思います。はい。で、僕は今トゥルーピークのリミッターを入れてるんですよ。入れない場合もあります。うん、あのトゥルーピーク入れると、まあ、強制的にこのピークを丸くする感じになっちゃうんで、あのちょっと抜けが悪いかなっていう風に聞こえる場合もあるんですよ。ただ僕の場合はちょっと超えたくないんで、これを入れたまんまあのイクライザーの方で補正するという風な形にしています。マスタリングって意識してその作業ってされるんですかっていうところで、作ってる時は特にそれは意識してなくて、もう音色作ることだけに意識しているので、通常のミックスした時点で自分の思い通りになれば OK にしてます。なんかそれでオゾンって今なんかいろんなプリセットがあるじゃないですか、そのアナログ風にするとか、なんかそれを選んで、あこうなるんだっていうのを試すぐらいですか、ね、でもなんかあまり変化ないように、音質アップはするっていうのが僕は普段作るときはやってます。音量上げるときは。これにて全ての工程が完了。改めて最終形の曲をお聴きください。Thank you.
疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、自宅の方で、スタジオの方で作曲するとこですよね。室中隊が作って打ち込んで、スタジオに行く予定なんてなかったはずなのにレコーディングまで行きまして、撮ってミックスしてマスタリングスタジオも僕普段来ないわけですよ。なのに来ちゃって教えていただきながらマスタリングまで完成していくっていう、家で作ってた時の印象からもちろん全然違うんですけど、それまず第一段階はまあプレイヤーですよね。僕そのバンドっぽさっていうのが好きなので生で撮ることが多いです。ある程度最低限の譜面を書いてプレイヤーさんにお任せするので、かなりのグレードアップが僕のデモからは分かるんじゃないでしょうか。僕自身もすごい変わったと思います。ミックスに関しても、結構なんていうんですかね、特徴あるミックスしていただいたので、なんかその変化も僕は面白くてゴールさせていただきました。はい、ありがとうございました。作品を作るまでの中で一番辛いのは、志田さんの中でどこが一番辛いっていうのはありますか？作曲です。最初の無から作るところですね。で今回さあ作るかって言ってテーマがないところから無理やりテーマ作ってやったので、あの時間が一番大変でしたね。逆に一番楽しいなと思う部分っていうのはどこだろうな。まあ、作曲した時点で最初の一番最初の作曲時点って結構ラフな形だったんですけど、ここはブラッシュアップしていく時ですかね。まあ、なんか割と最初と上辺だけのストリングスピアピアとかなってるんですけど、それ骨組みを中足した時に目立ちはしないけどなんかこう肉付きができていく感じのところが面白いですかね、やっぱり。はい、音楽の作り方は多様化の極みにあり、一人でパソコンの中だけで完結させるのも当たり前の時代になっています。それと同時に多くのプロフェッショナルが多くの動力を使ってこそ生まれるサウンドというものも存在します。今回ご紹介したたくさんの人の情熱が込められた制作スタイルは DTM による曲作りにも活用できるヒントがぎっしりと詰まっていると思います。ぜひ皆さんの音楽ライフをより豊かにするためのきっかけになれたら大変光栄です。